1900年のイバーノフ、ヴヤチェスラフ・イバーノフは20世紀ロシアの作家、詩人。モスクワに生まれ、モスクワ大学へ進学し哲学と歴史を学んだ。この時の教師の一人として、ビクトル・ヴィノグラードフが挙げられる。1886年にベルリン大学へ留学し、テオドール・モムゼンからローマ法と経済を学んでいる。ドイツ滞在中に、フリードリヒ・ニーチェの哲学やノバーリス、フリードリヒ・ヘルダーリンの文学に影響を受けた。1892年からは、ローマで考古学の研究に従事し、博士課程を修了。そこで出会った詩人リディア・アンニバルと1899年に結婚し、アテネ・ジェノバ・エジプト・パレスチナへと旅行した。1905年からサンクトペテルブルクで文学サークル等を主催し、ロシア象徴主義の第二世代の理論的指導者として活動。ロシア革命後の1920年にバクー大学へ移った後、1924年に亡命してローマに居住。1926年にはカトリックの洗礼を受けた。パビア大学やフィレンツェ大学でスラブ学を講義し、ローマで没した。イバーノフの哲学は、ヨハン・ボルフガング・フォン・ゲーテ、ドイツ関連論、スラブ主義、ウラジーミル・ソロビオフ、ニーチェの影響下に成立した。イバーノフは本格的な学識を持ち、詩人であるだけでなく、博学な文献学者、ロシア最高のギリシャ学者、随筆家、批評家でもあった。イバーノフの詩は、教会スラブ語から取られた難解な表現に溢れ注釈を必要とする。彼の思想は保守派、神秘家、アナーキスト、心霊学者、愛国者、共産主義者と表面上は絶えず変化したにもかかわらず、その本質はいつも同じである。それはキリスト教とディオニュソス主義を同一視する傾向であり、その美学はリヒャルト・ワーグナーの立場に近い。ディオニュソスの悲劇的な運命を強調するイバーノフは、神の手足切断と、その復活を、性の神秘の鍵と考える。女性と男性、我と汝、単一と多数、自然と人間、地球と太陽はそれぞれ、ディオニュソスとアポロンに対応する。アポロは、記憶における、幻想の力と個人化の原則を象徴し、ディオニュソスは存在の火矢を具現し、苦痛、犠牲、恐怖、悲劇的忘却などを象徴する、と。イバーノフは彼自身の時代を変化と擾乱の時代と定義する。諸々の文化は新しく生まれ変わる前に死ななければならない。そこで彼は野蛮人の侵入や破壊の仕事を歓迎し、芸術家もまた価値観の転換のために召されていると考えた。1911年以降、モスクワに居住するようになってからは、ロシアやスラブ民族の運命に関心を抱き、象徴派運動を民族主義的な方向へ導くのに一役買った。M・スローニム、ソビエト文学新潮社、1958年、P167。M・スローニム、ソビエト文学新潮社、1958年、P168。M・スローニム、ソビエト文学新潮社、1958年、P169。ありがとうございます。